めいちゃん、おいめいちゃん、ギャル系野球女子、めいちゃん、世界進出おめでとうございます。乾杯。うわー、うまい。金髪ギャル系野球女子めいちゃんが世界進出して、飲む酒はうまい。はい、というわけですね。まあ皆さんもご存知の通り、昨日、フルカウントというね、まあメディアと、YouTube、動画をね、こう組み合わせた媒体で、まあネットニュースに、メイチュンがね、載ったということで、そのフルカウントさんが、取り上げたネットニュース記事、そしてその YouTube が、まずはね、ネット記事が、まあ Yahoo ニュースとか、LINE ニュース、そして、まあ、グノシーとかね、まあ、多方面のサイトで、急上昇ランクにね、上がってて、さらには、その YouTube、フルカウントさんの YouTube チャンネルの名著のビタ止め企画ですね、120キロか130キロだったと思うんですけど、その動画も YouTube の急上昇ランクで、今14位ぐらいまでなってるということで、野球界で非常に話題になってます。はい。というわけでですね、まあ、地元の奴らからもね、お向こう、お前んとこのギャルが、出てるぞと、ニュースになってるよと、言うや、お前、バリヤバくねみたいな、あのギャル。バリお前、もう全国区やみたいな感じで、なってですね、まあ本人のね、まあ名著もね、2週間ぐらい前に向こうさん、フルカウントっていう雑誌に出るんですけど、雑誌やねや、メディアに出るんですけど、みたいな話はしてたんですけど、ここまでね、ちょっと反響があるとは、正直ね、多分本人も思ってなかったんじゃないですか。いやね、嬉しいっすね。ね、こう眠っていた名著が、先日ね、まあプレイボーイさんでね、まあ全国、雑誌デビューとかもしたりね、で、そこで、まあ、12月25日、まあ、クリスマスですね。本当にもう、本人も言ってましたけど、クリスマスプレゼントですよね。もうそれで、ね、もう知名度もガンガン上がって、普段ね、こう見なかった一般の方々までにも、こうやってね、このギャルのね、凄さ、名著の凄さが伝わってね、僕も嬉しく思います。で、一個ね、こう、なんか僕のチャンネルでね、まあ、名著とか、まあ、萌えちゃんとかで話してたのが、僕の動画では、100万再生、200万再生、300万再生とか言っても、名著とか萌えちゃんって、急上昇に乗ることなかったんですよ。急上昇に、YouTube の急上昇に乗らないのに、なんかもうバズった。なんか謎の現象だったんですけど、今回ね、フルスイングさんの動画が、12万再生ぐらいで急上昇に乗ってたんですよね。これ完全にね、多分僕のチャンネル嫌われてるでしょ、これ、Google に。まあちょっとね、そんな闇も感じながら、まあ、メイチョともね、昨日やり取りしてて、向こうさん12万再生で急上昇乗るのに、向こうさんの動画、この間のね、200キロビタ止め動画とか、まあ、200万再生とか、まあ、300万再生いってるんですけど、まあ、それが急上昇乗らないの、なんでだろうみたいな感じでね、まあ、こんな感じで話してたんですけど、まあ、僕がね、まあ、僕のビジュアル的な問題があるのかなって、ちょっと思いましたね。メイチュンがちょっと気にしてたんですよ。私がなんか、YouTube から切られてるから、急上昇乗らないのかなとか思ったら、そんなことはなかった。フルカウントさんのチャンネルに出たら、急上昇に乗ったんで、これね、もう向こうチャンネルに問題があるという。まあ、それもね、知れたんでね、本当に良かったです。で、さらにね、まあ、メイチュンがインスタか、Twitter でね、台湾のね、視聴者まで、台湾のね、テレビかなんかにもなんかニュースに載ってたみたいな、だったみたいで、ここに、その画面出しますけど、もうこれ、台湾語読めないんですけど、日本の女子メイチュン、キャッチングビタ同盟みたいな感じでね、なんか、台湾にもね、その名をね、ちょっと届かせたみたいなんで、これね、今年じゃない、まあ、来年ぐらいですかね、もう、ようやく、こう、メイチュンって本当にこう、ニコ生からね、やって、そこからね、YouTube 出て、で、次はいよいよテレビ来るんじゃないかって僕は思ってます。で、本人もね、ネットの記事でね、フルカウントさんの記事で、補給式したいってね、萌えちゃんがピッチャーで、メイチュンがキャッチャーで、補給式をしたいって言ってたんで、これを叶えてくれる、独立球団、もしくはプロ野球球団、これね、ぜひメイチュンにオファーください。はい。まあ、でも本当すごいっすね。ちょっと、ギャルがね、ようやく、こう、なんだろうな、正しい、こう、広めを浴びるというか、こう、メイチュンってなんかちょっと、ね、なんか地下に潜ってそうなイメージがあったんですけど、なんかめちゃくちゃ嬉しいっすね。はい。なんでね、今後、ちょっとね、メイチュンオファーが多分めちゃくちゃ増えるとは思うんですけど、まあ、彼女にはね、こう、なんだろうな、まあ、忙しくなると、こう、いっぱいいっぱいにならずね、こう、一つずつね、いろいろね、野球を楽しみながら、活動していってほしいと思ってます。はい、というわけでですね、まあ、メイチュンね、2021年もね、本当にもっともっとこう飛躍が期待されますんで、さらにはね、ちょっと
ダルビッシュさんのね、球もね、取りたいという目標もあるんで、まあ、その夢をね、叶えれるように、僕もね、ちょっと全身全霊、一生懸命ね、彼女の力になれるようにね、頑張っていきたいと思います。で、さらにね、240キロ、先日、福岡でね、240キロにもね、挑戦してきた動画がね、多分近日上がると思いますんで、その動画も、交互期待ください。はい、というわけで、2020年間もなく終わりますけども、まあ、遅れてきたね、向こうさんだからのね、プレゼントもね、年内の動画でちょっと発表したいと思いますんで、そちらのね、動画も、交互期待ください。今後の名著の活躍、そしてね、向こう図女子、向こう図平日野球、向こう図土曜日野球、の応援もね、引き続きよろしくお願いします。以上、向こうサンタでした。